い、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうなです。皆さん、レッツゴーピカチュウ EV 楽しんでるでしょうか。私もついに図鑑コンプリートすることができました。ありがとうございます。交換とかもね、してくれた皆さん、どうもご協力感謝します。どうもありがとうございました。ついに図鑑が揃ったということでね、ちょっと見せていきましょう。はい、図鑑はこんな感じになってまーす。152種類ですね。もう1種類はなんかポケゴーとか使ってね、やんなきゃいけないみたいなんだけど、まだあと1匹はいない状態だけど、151種類は揃ってるので、これで図鑑は OK です。このメルタンもね、いただきました。どうもありがとうございます。このね、図鑑交換とかもすごく楽しかった。交換しないと進化しなかったりとかするポケモンもいるんでね、ちょっと一人だと厳しいところはあるんですが、ではね、図鑑をくれた大木戸博士に図鑑を見せに行きましょう。褒めてくれるかな。よく来た。ポケモン図鑑の調子はどうかな。どれ、ちょっと見てあげようか。ポケモン図鑑の現在の完成度は、見つけたポケモン152、捕まえたポケモン152。大木戸博士の評価は、ついにパーフェクトな図鑑の完成じゃ。おめでとう。ありがとうございます。ついに本当に本当にものすごくて素敵で完璧なポケモン図鑑を完成させたのだな。おお、ありがとう、ゆうな。本当にありがとう。わしの夢が叶った。はい、マジ？それだけかい。大木戸博士の、大木戸おじさんの夢を叶えただけだった。まあいいか。まあ本当のね、目的あるから、この後に。では、空渡り、ピカチュウ、ドヤ顔やないかい。めっちゃ悪い顔してる。ピカチュウ。ということで、空渡りで、玉虫シティに向かいます。玉虫マンション。お邪魔しまーす。ここやな。マンションっていうか、どちらかというとなんか玉虫ビルって感じだけどね、ここ。会社とかも入ってて、なんか応接間とかもあるからね。ここはゲームフリークの開発室なんだよね。そう、こんな感じなのかな。いるの、怪獣マニアのイアドランのコスプレした人、プログラマーさんとか。カブトマスター？やだやだ、その呼び方。あ、これ呼び方変えられるんだ。へぇ、バトルマスターがいいわ。シナリオ書いた人、エリカ可愛いでしょ。カスミもいいよね。なるほどね、一人で何人も愛せるタイプな。そして、おお、すごい、ついにポケモン図鑑が改善したんだね。いや、素晴らしい。図鑑完成おめでとう。表彰させてください。少女プレイヤーユーナ様、あなたはポケモン図鑑を見事完成させました。その偉大な功績を証明します。ゲームフリーク、ありがとうございます。ゲームフリーク、まあみんな知ってると思うけど、これね、ゲームを作ってる会社だね。光るお守り、ディレクターから光るお守りをもらった。これなんですよ、ヒカオマ。いただいたものですね。光るお守り、これ持っていると光るポケモンと出会いやすくなると言われている不思議で光り輝くお守り。色違いのことですね。色違いと遭遇したのは、私ついこの前配信中に遭遇したんだけど、色違いピカピカ光ってんだよね。大きいサイズがこう赤くオーラまとってたり、小さいサイズが青いオーラまとってるのと一緒で、色違いはキラキラしたなんかオーラをまとってる。うん、ミュウツーのマスタートレーナーに会いに行った時に不意に出てきた。ラッタさん、これね、もっと分かりやすく違う色だったらよかったんだけど、なんかめっちゃ地味だよね。まあ、強さはね、まあいまいちなんだけど、
まあ色違い、まあ色違いってさ、多分この左下の星あるじゃん、ピンクの星、これが色違いのマークなんじゃないのかなと私は思ってるんだけど、どうなんだろう、合ってるかな。さっきの光るお守りをゲットすると捕まえやすさ、色違いの捕まえやすさが格段に上がるということで、どうなんでしょうね、その確率のあたりは。はい、このヒカオマの力を確かめるべく配信でも早速色違いを探してみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンもポチッとよろしくお願いいたします。ではまた次の配信、また次の動画でお会いしましょう。ゆうなでした。バイニャン。